俺のコードネームは VAMBI、 いわゆる超能力者ってやつだ。能力の強さを表す区分はレベル5、一個人で軍隊に匹敵する力を持つ。能力名はソフィック、想像したことを現実に引き起こす力。この世界は俺の意のままだ。 VAMBI、 どうもバキです。はい、ということで本日も早速視聴者さんのリクエストに答えていきたいと思います。本日の動画はとある価格のレールガン実写化、あったかいいちごおでんです。はい、出た。もうね、アニメあるあるですよ。もうアニメにね、特徴を持たせたいがゆえに、あるものとあるものをくっつけてね、作中に出すっていうね、もう完全にね、作者のいたずらまたは悪あがきですよ。だけどもね、こういうのにね、まんまと引っかかっちゃうのが、まあ中二病なんですよね。はい、ということで今回使う商品はこちら。万物の法則の壁を越え、神羅万象の断りを表す。俺に力を貸し上げれ。ということで、こちらを使っていく。いちご、うずらの卵、白滝、さつま揚げ、ちくわ、こんにゃく、大根、昆布、そしておでんの素。ってことで、早速、やっていこう。はい、ということで、早速キッチン来たんで、やっていきましょう。ショートコント、すべての未来を予知してしまう超能力を持つクラスのダンスイーに、告白しようとするが、告白することがバレてしまうダンスイーのボーイズラブ。いやー、お前といるとやっぱり気がおかしくなるぐらい、最高に楽しいわ。お前今、友情の壁を越えて、俺に愛の告白をしようとしてるだろ。そうだよな。お前には全部お見通しだもんな。俺気持ち悪いよな。友達失格だよな。ごめん、今日は帰るわ。お前は絶対に俺に告白する。え？だから、お前は俺に告白する。そして俺は一言だけこう言う。俺も同じ気持ちだったって。それが数分後の未来だ。お前ってやつは、いいケツしてんな。作っていこう。まずはおでんの汁を作っていく。お鍋に 1000ml のお水を入れましょう。そして火をつける。そしたらお鍋に醤油と塩を少々、さらにおでんの素を1袋。続いてね、香りを足すためにね、このようにいちごをすりつぶしたものを入れましょう。はい、まあこんな感じですね。これを入れていきます。これでね、いちごの香りが引き立つんでしょうね。これで汁が出来上がったんでね、あとは材料をぶち込んでいきましょう。いちごはこのようにヘタがついたまま入れましょう。しばらく煮込んで味が染み込んだら、お皿に移していきましょう。はい、綺麗に盛り付けたら完成です。いちごおでんです。これ汁がね、普通のおでんと違ってね、めっちゃ赤い。はい、ということでご覧ください、こちらの不気味に赤く光るいちごおでんを早速食べてみましょう。まあ、見た目に関してはね、正直ね、美味しそうにはね見えないよね。やっぱいちごの存在感すごいから。汁赤いし、ちょっと匂い嗅いでみましょう。うわ、脇がのおじいちゃんがやってるいちご農園って感じの匂いする。はい、じゃあ早速ね、これ何からいこう。これいちごは取っといた方がいいのかな。いや、いちごおでんだから、もう一発目からね、いちごいきます。うわ、うわ、やばい。見てこれ、ほらぶよぶよいちご。うわ、気持ち悪。はい、ということで、熟熟のいちごおでんいただきまーす。このおでん特有の魚の旨味が、このいちごの酸味と合わさることによって腐った魚の味になるんですよ。で、このブヨブヨのいちごの感触でしょ。もう本当にね、魚のね、生臭い腹渡食ってるみたいな、もう最悪のバッドコンプレーションですよ。皆さん分かりますか、このいちごのブヨブヨさ。うわ、これもう一発あるよ、これ最悪だよ。はい、いただきます。うわ、これいちごの味全部染み込んでたら本当最悪なことになるぞ。はい、次大根いきたいと思います。うわ、大根もなんかちょっとね、赤くなってるんすよ。はい、大根いただきます。あっ、セーフ。口に入れた瞬間、表面うってなったけど、中身にはまだ浸透してなかった。まだいける、まだいける。はい、こんにゃく。ただ表面まずいけど、ちゃんと噛めばね、後からおでんの味になってくるみたいな感じですね。はい、うずらのキャンタマちゃん。あ、うずらめっちゃうまい。ちくわもうまい、ちくわうまい。白滝最悪、めっちゃ汁絡んでるから。卵は全部最高だわ。はい、ラスト一口。うん、卵うまい。はい、ってことで完食でーす。いや、もう今回は本当にね、絶賛ゲロまずいですよ、本当に。まあ、魚の腐った腹元を食べてみたいっていう方はね、ぜひ作って食べてみてください。はい、ってことで、まだまだ他にも実写化動画たくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルからぜひ他の動画を見てください。高評価とチャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ということで、また会いましょう。またね。
この世界は俺の意のままに。